はい、どうも皆さん、こんにちは、スウィンゲームズでさーしゃーということで、デスタオケツ先生新コースバージョンやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、新コースのみを、ここデスタオケツ先生、果たしてスタート誰が王座に輝くのか、はい、頑張っていきましょう。これはもうもはやね、もうセンスが問われる問題になってきましたかね。本当にまずい刺して、ここでね、だいたい押されちゃって負けちゃうから風もらいたい。はい、こういうことね。俺ね、パリプロムナードマジ今すぐね、このコースでね、さっきね、あのレース始まる前にみんなと話し合ってたんだけど、このコースだけマジで今すぐ消してほしいコースナンバーワン。なんでその飛ばないの、なんでその飛ばないわけ。ここダブライ取って、うん、キロコしか出ない。で、このメダルは出るね。まずはメダル集めていかないと本当話にならないから、全部交換して、で、ここももう外でいい。で、内側のもうとにかくメダル、とにかくメダルで、はい、なぜかここで、あー、いいね。結構みんな避難してる。え、全然関わり合えてないけど大丈夫か。全然関わり合えてないけど、さあとりあえず1周目でメダルは10枚になってね。なんでそんなとこで赤コーラ持ってんの、危ないね。投げてくれてありがとう。それはマジでありがとう。それはマジでありがとうの話で、さあこっからよ。ここから給油割れをして何ができるかって話。給油割れをします。ダッシュは乗ります。 OK、 キラー引いた。さあ素晴らしいよ。さあこっからよ。こっからちょっと一気に詰めちゃおう。一気に詰めちゃって、インコースを刺して、インコースを刺して、さあここまでキラーを持ってきて、8まで持ってきたよ。 OK、 テレサ使ってくる。いやー、そこで振るの、ちょっと待って。これキラー引けるかどうか、キラー引けるかどうか、キラー引けるかどうか、引けない、引けない。てかそこで3打振るのマジ意味わかんなかった。さあ、まあ、落ち着いて、今11位ね。どっかやばすぎ。軌道修正して、さあ11位ね。11位だけどどこまでいける、11位だけどどこまでいけるねえ。だから嫌いなんだよ、何度も言うけど。ダブライ取って沈めしたりだけど大丈夫。インガッツし、危なすぎる。8、7、8、さあパリプロムナードはマジで無理、マジで無理。なんとか8位相手は、このコース苦手だから最初から期待しなかった。うん、次行きましょう。はい、という第2レースはキロピョサーキスウィアーてことで、さあこっからね、うん、パリプロムナードはまあ今はアツプのようなもん。ここはどうしよう、打開でいくか、前張りでいくか、ちょっと難しい、ここ難しいとこなんだけど、スタート、まあ、とりあえず、結構ね、レベルも正直高いから、あの、もう一個言っとるけど、ランクイン勢が常連だから、常連まみれだから、まずここでメダルを全部取っていきたいんで、押してくんな、マジで、ふざけんな。ふざけんな、ガチで。押してくるやつ、マジでうるさい。もうこれ、このテレちゃんさ、そのまま運搬していくのもありじゃない、正直。正直な話、こっからもう運搬してって、ここでこんな感じでさ、1回でショートカムできるようになってる。さあテレちゃんを、こうテレちゃんちょっと交換しちゃおう。でイン刺して、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、非常にいい感じよ。あとは3打回避さえできれば、これちょっと使っちゃおう。ワンチャン3打振る。ダローガンしてパツ組んで、いいよ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 。さあ5位まで来た。後ろ結構打開してきてるね。これキロコちょっと使って、トゲいってる。オッケーオッケー、ナイス。さすがにここ通るな。あぶねえ、ダローガン、スパッと受けしてパツ組んで、パスクで一人食って、もう一人食って、うちゃー、神だかい、神だかい、ナイス1位サワちゃん来ました。新コースをもしかしたら俺が勝利するかもしれない。はい、でも第3レースはチョツコマウンツ戦ということで、完全に優勝者提言で入りました。さあ、こっから集中していこう。こっからマジで集中して、リラックスして、ここいつも通りの走りをすれば、スタートワンチャンしずちゃんでも優勝が、見えてくるんじゃないでしょうかっていうことで、
さあまずこれ押されまくる。さあアイテム1個取って、押されまくるけど、ここでいかにインを刺し続けれるか、インを刺し続ける力が君にはあるのかどうかって話。もう1人芝居といて、さあこれピョンピョンしてダブル取れそう。 OK、 ダブル取ってメダルがないんだよ。全く持ってメダルがないから、いやそこのそこ通るの。さあメダルがないけど、さあここでどんどん荒れてもらって、じわじわとちょっとメダルも集めていきたいんだけど、メダルがなさすぎてちょっと話にならないんだよ。いやそこのメダル全部取るの。このメダル取れてない。やっと1枚取れた、やっと1枚取れました。あそれ全部取られる。バッサーしといて2発、メダル全部、あうっ、スタッ使って、ちょっとこれもう怖い。これ平らすの一番良くないから、これ使っといてダブルで取って、オッケーオッケー、キノコいっぱい、危ない、落ちかけた。さあちゃんとインサーして、まだあるよ。キノコ1個使って、キノコ1個使ってショート化して、オッケー、やばすぎ、オッケー、アップダスにつけて、さあれロンキーだね、あれ強い、アップなすぎ。アイテム1個って、さあバランサー、防御硬いよ、防御硬いから、こんまじわじわと行きたい。いやブーメランやばすぎ、ナイスブーメラン、マジでありがたい。アイテム1個っていいよ、サイ入ってるよ、サイド気をつけて、サンダセーフ、あと前がやると思ってる。最後さあギョフル、何やってんの、えこれよくね、これちょっとショートガラシで防御戦で、わっきり快進撃、サーちゃんの快進撃だよこれ。うわ本気のアップルが1位 やるね。いやー一番1位取らせていけないやつ1位取らせてしまってる。オッケーオッケー、まあ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 、ビタ漬けでついてきてる、ビタ漬けでございます。はい、てことで第4レースはコツコナツツモルツでございます。てことで、ね、パワフルカツプ最終レースですね、頑張っていきましょう。ここ本気のアツプルに勝たなければならない。スタート、さあどうでしょう、まずは初手アイテムしっかり取って、ジャンピングアクション、これ決まるはずなんだけど決まらない。さあここも押されながらもジャンピングアクション、ここも入るんだよね。でここでちょっとテイク入れて、でこれテイク入れてシングルでいい、テイク入れて、でここもテイク入れて、インコースがっつり刺して1人食わして、上ルート行く、上ルートでちゃんとメダル集める。でこれキノコ使って前がついて、オッケーオッケー、こんな感じでいい。危ない危ない危ない、チャダワコーラは警戒しつつ、メダル1枚取りつつ、さあ綿天が前にいる、ジャンピングアクション決めて、いやそれマジ綿天やめて、危ない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 、オッケーキノコでショートカットして、えジャンピングアクション悪くないよ、綿天まだ持ってんので、わっまたね、ガチキモ、落ち着いて、アイテム1個って、ジャンピングアクション、メダルがない、えジャイロ前です、神大好き俺だね、ダブルオーガン9位で割って、マキシマムキノコ、いやガサやばすぎ、ちょっとこれ落ち着いていかなきゃいけない、メダルがなさすぎてこれまずいから、9、OK、これの辺割って、キラー出ないかな、キラー出ない、ただ3打開まだ、3打開のチャンスでまだ残されてる、めちゃめちゃ荒れるから、こっからこれめちゃめちゃ荒れるから、スターで交換してスターで来る、あーっとマキシマキノコ、こっから詰める、無敵のうちに詰める、無敵のうちに詰めて、無敵のうちに詰めてダル交換して、スター使って、やばいやばい、最後あれろ、最後あれろ、あれあれろ、あれあれろ、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 クソ中やばい、これはこれやばい、いや本気のアスプレがまた2位取ってる、あいつやる、いやガチやばい、逃げられてる、いやこれまずい、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 これはまずすぎる、いやクソ、いや俺はまだ諦めていない。第5レースは東京、うん、東京で頑張っていく、東京もかなり難しい、東京金が集めない、金集めないと散っていくから、金まず集める、どのレースもそうなんだけどね。
ここどのコースも金がないと、スタート勝てませんので、まずは金を意識的に集めていく。で、まあ、ここは比較的俺打開もなんだかんだ先決めてきてるから、まあ、無理して、前行かなくてもいいんじゃないかなっていうところ。まずメダル1枚 OKOKOK 結構アウトにメダルある傾向にあるから、でここでアイテムシングル交換して OK メダル1枚取っていいよ。こういうメダルも全部取っていく。でショートカットしていいよ。分かった、投げてジェロマに投げろ、今だよボギー。やばすぎ、キノコ使って、いや防御出ないろ。月防御、オッケーオッケーオッケー、1出れたよ、1出れたよ、マジで大丈夫だよ。これ1ハロー、1ハロー、メダルも10もあるから、これ熱い、マジでこれマジで熱い。でトゲキタリュウする、チャイロが赤ゴラ食らってる、オッケーオッケー、ダブルボギー熱い、もうソマ行くよ俺、ソマ行きます、ソマ行ってイン刺して、こ外にあるかダブル、ひたすら早く血防御、あがりしして第6レースは記録を律しウェイってことで優勝が見えてきた。さあここひたすら上位を取り続ければいい。もう1位じゃなくてもいいから、もう3位でも4位でも5位でもいいから、こことりあえず上位を取り続ける、スタート。上位さんで頑張ります、よろしくお願いします。さあここもねかなりねもみくちゃにされるから、ここはそれこそ意外と打開も前張りも両方いける感じのコースだから、まずはアイテムを2つ取りたい。でこれメダル外あ残らんか、まあこれ1回取るか、一回取ってって、まあ別に結構離れちゃってもいい、正直結構離れちゃってもよくて、まずはメダルをちゃんと的確に回収できるかどうか、あ思いっきり打開していこう、思いっきり打開していって、あのメダルを10枚にしてちゃんと隙を見て、勝っていく、そういうスタイルでいく。めちゃくちゃきどうさんだ見ていく、面白いね、早くも引いちゃったね俺、早くも引いちゃったからもうドンってやって、でこっから一気に詰める形でいいんじゃないかな。でもキラーも引いちゃってでその赤コーラマジでまずいから、でマジで荒れてるから、でマジであれで2枚抜きされてて、でここもやられてていいよ、これキラー使っちゃおう、 OK ボムを食らわない、素晴らしいのよ、止まってくれる相手2つ OK 完璧、また1を乗り出て、素晴らしい打開なんじゃないのこれ。でキラーもちょっともらいつつ、ちょっとシングル交換してインサしてダローガーしていいんじゃない、クラこれ、あクラあこうジャンプジャンプ役者なかったわ、ショートバしてる、血防御しとこう、いい早めさして、もうこれ2位でもいいから、もう変なことしない、神だ優勝ある、マジで優勝ある、神だ、買いすぎる、アスプ6位、うわ来たマジ来た、マジ来た、みんなマジで優勝ある、あと2レースだよ。第7レースはスカイガーデン、前最初行きます、最初前行って避難したら打開に切り替えてぶち上がる、その戦法で行きます。ここマジで優勝ある、スタート久しぶりの栄光に輝くかもしれない、アイテムこってこっちからでいい、あー打開です、はい打開します、オッケーはっきりと打開する、多分取らない、ジャンピングアクション落ち着いていこう、メダル1枚取って
ここも1枚取って OKOK ちゃんと拾えるメダルを拾ってかないと後々痛い目に遭うと思うから、これシングルでいいや。スター出ないからワンチャン。テレサ引ける、いいね。 OKOK6 位まで入った。 OKOK いいんじゃない、非常にいいけど、非常にここまでいいけど、あとメダル欲しいな。使います、これブーベラマジ。これ被弾したらたまったもんじゃないかな。端っこにちょっと脱水つけといて、緑コーラダブルオーガンして、やばすぎ、みんなアイテム。いやーそれやった、これやって、ちょっと待って、完全にやっちゃってて、ただやばい、完全に逃げてんだよ。で後ろアイテムやばいんだよね。これ被弾したらマジで終わるから、被弾したらマジで終わるから、こっから冷静に、最後割れるから。ダローガン OK、 こっからもうガッツリいく。で落ちないぜ、落ちないよ、落ちないよ、落ちない。もうこれアイテム交換できないから、アイテム交換できないから、最後どこまでいけるか。伸ばせ、あっ、野球、いやークソやばい。どうだ、あ、でもアスプル近い。オッケーオッケーオッケー、アスプル近くて、オッケー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 、いやーオッケーオッケーオッケー、6点差ね、6点差、オッケーオッケー、あぶねー、いやー球、いやーくそ、サッシュです、マジで。下からでいい、全然全然下からでよくて、え、うわ待って最悪、え、最悪だ、うわ最悪なことが起きた。ちょっと最悪なことが起きてる、最悪なことが起きてる、もう最悪なんだけど、パソコン充電できてなかった。本当に申し訳ございません。ニンニン道場最後1連差知ります。よろしくお願いします。なんとですね、僕のパソコン、ここ、接続、充電器のスタート接続不良により、なんとパソコンが電源落ちして、完全に全てが、水の跡となってしまいました。ただしかし、一応ね、収録データは全部残ってたんで、まあ、それ良かったかなと思います。ということで、この最終ですだけちょっとね、みんなに頭を下げて、走り直しさせていただきます。よろしくお願いします。さあ、まずここで絶対メダル全部集める。ダブルアイテム交換、オッケー、完璧。オッケーオッケー、メダルとりあえず4枚あるから、このメダル4枚でちゃんと的確に、上がっていく、順位を上げていく。で、前勝手にやれてくれるのを期待して、オッケー、メダル3枚、オッケー、素晴らしい。さっきよりも出だし良好かと思いきや、ジャンピングアクション。いや、取られる。まあでもいいでしょ。OK。赤コーラ持ってるからね。安易に前出るだよ。安易に前出ると、やけどするぜ。さあ、まずはここで、ちゃんとジャンピングアクション決めて。アップで。トゲいってる。いや、そこの気づかね、マジで。アップで。キロをショートカットして、いいよ。4位まで入った。いや最悪なタイミング。え、そんな何それ、お前そんなとこ戻すなよ。ちょ、マジでやばい、それは、それ今の、今の戻しマジで闇だぞ。あ、上いけねえし、最悪。あ、マジこんな、こんな最悪なこと起こんの。いや、ま、俺絶対こっからまだ勝つ、まだ2周目だから、まだ2周目だから、みんな忘れちゃいけない。俺こっから超冷静に勝つ、まあ、1は無理だとしてもそこそこの成績残してみせる、そこそこの成績。これ使う、でここもすぐ使ってって、キラ使ってドン、アイテム OK、 ギリ1個取れてる、いいよ、前詰まってる、前詰まってる、前詰まってる、いやめちゃ伸び、めっちゃ偉い、めっちゃ偉い、偉すぎる。ジャンピングアクション、結望魚伸びろ、よしよし、3位勝ったでしょ、優勝でしょ、これ。